金沢市の日本銀行金沢支店で公開されたのは来年発行予定の新しい1万円札、5000円札、1000円札の3種類です新しい紙幣の発行は2004年以来およそ20年ぶり従来の紙幣に比べて色が鮮やかになり文字も大きくなりましたさらに これまでのお札と全く違うのがこちらの肖像画です傾けると顔の向きが変わって見えます紙幣にこの技術が使われるのは世界初なお1万円は1984年から採用されていた福沢諭吉から近代経済の父と言われる渋沢栄一に 千円札は樋口一葉から女子教育の先駆者津田梅子千円札には野口英世から近代日本医学の父と呼ばれる北里柴三郎に変わります普段皆さん何気なくです、ね、使っていただいていると思うんですけれどもあのこれまでと同様です、ね、安心して使っていただければというふうに考えております新しい紙幣は来年4月から9月の間に発行されます なお新しい紙幣の見本は日銀金沢支店の見学会に参加すれば見ることができるということです。